じゃあ、いきなりなんだけど、簡単な自己紹介お願いしていいですか。はい。私の名前はカコです。日本の東京出身です。マレーシアには去年の6月ぐらいに来て、今だいたい7ヶ月ちょっと経つ感じです。マレーシアには仕事の関係で、来ています。そんな感じ。カコさんの漢字は何て言うんですか。漢字？そう、漢字。え、に、おじゃお、おじゃおだってる？おじゃお、メイジャーズ、メイジャーズ、おじゃお、メイジャーズ。很美、很美。綺麗、綺麗な。谢谢。どんなきっかけでマレーシアに来たの？私は海外のキャリアがもともと長くて、大学を卒業してからもイギリスの会社に入ってずっと海外にいるので、いろいろ経験した中でアジアがすごい好きだなっていうふうに思って、マレーシアもともと住んでみたい国の一つだった。で、今の会社に巡り合ってマレーシア駐在になるっていう運びで今ここにいます。マレーシアの前はベトナム、あとカンボジア、タイ、アメリカ、イタリア、あとアイルランドとかインドとかいろんなところにいました。すげえな、もうちょっと海外経験豊富すぎる。そう、すごい楽しかった。じゃあやっぱりマレーシアはもう事前にそう契約をちゃんと立てて来ようと思って。そう、まあ今の会社もイギリスの会社なんだけど、のアジア太平洋担当という形で、じゃあアジア太平洋の HQ がまあここにあるから、ここに派遣されてきてるという感じ。仕事はどんな仕事をされてるのかな。仕事は、ビジネスサミットとかカンファレンスのプロデュースをしてます。ちょっと難しいんだけど、まあ国際経済系というか、会社と会社をつないだり、人と人をつないだり、でそこからビジネスチャンスを作るみたいな。そうで、私は結構何もないところか、ゼロから1を作るみたいな仕事がすごい好きで、今までのキャリアもそういった仕事が多かった。大変じゃないの？大変だけど、でもすごいクリエイティブだし、なんかすごいエキサイティングな仕事。例えばどんな感じで、ゼロからどんなフィールドがメインなの？例えば私は今 IT の産業を担当してるから、今のこの2023年の IT の問題だったり、 IT を担当してる人たちが抱えてる課題感だったり、興味関心がある事項とかっていうのを、まあ、トピックにしたりして、こう企画をするみたいな仕事。私はいろんな人とお話をして、いろんなこう情報をなんか集めるのがすごい好きだから、楽しいなって感じでやってます。やっぱり IT 知識持ってる人ですかね。ここに来る前はベトナムのオフショア開発の会社で働いてたし、その前は日本のヤフージャパンで働いてたから、まあ少なからず IT 畑でずっと働いてきたので、 IT 部門はすごく好き。全然見えないです。本当になんかIT 女、あ、まあ、ちょっと悪い人かもしれないけど、なんか IT 系の人ってさ、なんかもうちょっと IT らしいじゃん。IT らしくない？ちょっとらしくない。本当に？おしゃれ。あ、本当に？うん、ありがとう。おしゃれだから、もうなんかキャビンアテンダーとか、なんかそういうおしゃれの仕事をされてる人じゃないかなって。じゃあマレーシアでの生活はどうですか？生活は、まあ、すごく便利、もう何も不自由がないなっていうのが最初の印象。私、まあ、東京出身なんだけど、すごい東京に似てるなって思います。まあ、すごい大型ショッピングモールは至る所にあるし、交通公共機関もあるじゃない、電車もあるしバスもあるし、もう移動にも何も不自由ないし、まあ、こういうふうにおしゃれなレストランとかカフェもたくさんあるし、治安もすごいいいから、女の子一人でね歩いてても、まあ、そんなに危ない目にも合わないし、深夜はさすがに危ないよ。まあね、でもなんかまあ日本もそれ、どの国も一緒だと思ってて、ちゃんとそれなりに気をつけてれば、こう必要以上に恐れる必要がないから、まあ、すごくなんか移住者が多い理由が分かった。マレーシア自体はプライベート旅行も含めてもうね、すごく来てる、10回以上来てるから、マレーシアとかクアラルンプールがどんな街っていうのは分かってたんだけど、まあ、実際住むっていうのは初めてで、実際住んでみたら、まあ、すごく思ってた以上に、東京っぽいというか、すごく何も困らないから、まあすごく日本人が住みたい街ナンバーワン。ペナンじゃないの？ナンバーワンって。そうなの？知らない。なんかペナンもすごく有名ですよ。分からない、とりあえずそう、クアラルンプール
ランプールはすごく便利だなっていうのが第一印象。だって一番日本人が集まってる街ってクアラルンプールとペナンなの。ペナン行ったことないの、はいはい、中華系多いです。マレー系の人とかインド系の人でも普通に中国語喋れる街です。すごいすごい。でこの7ヶ月の中でマレーシアのこと先はありますか？え？マレーシアの先、どう見てるんですか？そう。え、これからももっと発展すると思う。10年前というか、まあ、その学生時代に来てから10年間ぐらい経つけど、当時と振り返ると、まあ、新しいビルディングもすごい至る所に立ってるし、なんかすごい街がどんどん発展してる感じが本当に実感値としてあって、なんかこう同じアジアとしてすごい嬉しいのね。なんかすごいエネルギッシュな国だなっていうのがすごい私のマレーシアに抱く印象だから、だからすごい来てみたかったっていうのもあって、だからきっとこれから10年後ももっと発展してるんだろうなっていうふうに思う。最近俺もいろんな方から話聞いたけど、今の KL は日本のバーブル前にと一緒な状態の感じ、まあ、バブルを知らないからさ、まあ、それはあのバブル経験した人たちから聞いたんだけど、まあ、そうかもね、うん、そう思う。でも本当にだって今も街歩いててさ、至る所にさ新しいビルとかさ、うん、施設建ててるじゃん。立ちすぎじゃない？立ちすぎだよねゴーストタウンのところも多いしさ最近。あ、そうなんだ、うん、そっか。実情はさあんまりわからないけど、でもなんかすごいエネルギッシュな街だなというふうに思うから、これからもどんどん発展していくんじゃないかなって思う。だからすごいいろんな世界の、ね、人から愛される国なんじゃないかなって思う。そうね、うん、今まで行ってきたの国の中で、まあ、もしランキングを作るとしたら難しいね。それぞれのさ地域によってすごい良し悪しがあるから何とも言えないけど、でもマレーシアは初めて海外に来ますみたいな人にはすごくおすすめだと思う。それはどうしてですか？やっぱりなんかね、治安がまずいい、で、まあ、物価も日本に比べたら安い、であとは言語の壁も多分ハードルが低い。まあ、一応英語圏とはいえ、でもここまでなんていうの、ネイティブスピーカーが多いわけではないというか、すごく聞き取りやすいアジア英語だから言語の壁もすごい少ない、まあ、いっぱいいろんな国の人がいる、日本人も含めてさ、いっぱい移住者がいるじゃん。多分それですごい心強いと思うから、から初めて海外でこう暮らしますとか、初めて海外で働きますって人にとってはめちゃめちゃおすすめな国だと思う。ただ一方で私みたいにこういろいろ行ったりとか、あとこうハングリー精神ある人とか、もうちょっとこうなんていうの、サバイバルしたいみたいな、うん、チャレンジ精神旺盛な人と、国もマレーシア綺麗すぎるからないかもしれない。そういう人たちはアフリカとか、アフリカはちょっと遠いけどさ、まあ、例えば私がいたそのベトナムとかカンボジアとかって交通公共機関ないからバイク乗ったりとか。え、ベトナム結構今発展してるじゃないですか。あ、発展してる、発展してるんだけど、なんか場所によっては交通公共機関もないし、日本食とかもそういうの全然手に入らないから。私の友達の話なんだけど、日本に一時帰国した時に納豆を全部冷凍してパックから出して、なんか全部こうやってパッキングしてスーツケースに詰めて持って帰ってきたりとかしてる友達がいて、ってぐらい本当になんていうんだろう、日本食とか調味料もマレーシアはすごくイージーに手に入るけど、他の国だとそうもいかないことも多いから、そういう点でもマレーシアはすごく、うん、ハードルがすごいいい意味で低い国なっていうふうに思う。2枚マレーシアのなんていうその物価はまだ日本の3分の1と言われてるんですか？今はどんな感じですか？3分の1じゃないでしょ。私からしたらすごく高い。マレーシアはあの他のアジアとかとコンペするとやっぱ高いなと思うけど、一個感動してるところがやっぱ家賃ですね。ですよね、わかる。お家に関してはもう the best ever です。ここがなんか10万円以下ですごいラグジュアリーなさマンションに住めるじゃん。日本だったら多分もううん十万払うようなさ、まあ、うちのマンションにはジムとプールしかないんだけど、なんか友達のさマンションにはテニスコートあったり、バドミントンコートあったり、バスケコートあったり、サウナあったり、なんかもうすごいファシリティ充実してて、でお家のグレード、お部屋のグレードもすごい高くて、セキュリティガードの人がいて、もうなんかすごい夢のような暮らしが10万以下でできるっていうのは結構本当に私は感動してるポイント。感動してるそう、だからマレーシアは
そう、噂には聞いてたけど、本当にこう、なんかリビングコストはね、まああの、まあ、日本と比べたらすごく安いし、何よりもその移住環境がめちゃめちゃいいなっていうのは分かった。そう、でもやっぱその物価、食べ物は、今ちょっと、いつも上がってるねって感じ。あと特にやっぱお酒飲まれる方は、税がやっぱり高いな、あの、国柄、しょうがないと思うんですけど、そう、酒税が高いから、お酒がすごい好きな人は大変だなって思う。レモンサワーとか、まあ一杯で600、700円なんだけど、ここはもう2、30くらいですよね。うん、そうだね。そうそうそう。だから全然安くないですよね。そう、だから本当以上にご飯とか、まあ、お酒とか、あとお買い物とか、まあそんなにめちゃめちゃ安いっていう印象はないかな、マレーシア。今まで特別な、なんかスペシャル的な、なんか変なイベントとか起きたことない。何？マレーシアで？そう、マレーシアで。でも一つは、マレーシアってミックスカルチャーじゃん。マレーシア人って一言で言っても、マレー系とチャイニーズ系とインド系がいて、それぞれの文化をすごい尊重する国だから、それぞれのお祭りがあるじゃん。うん、それはすごく新鮮だった。すごく面白かった。特にここに来て、悪いこととか。悪いこと？うん、ないの。あるよ。2ヶ月、移住してきて、たった2ヶ月の間に、3回車にひかれそうになった。え、どういうこと？当たったの、車。どうして？バン！いや、わからない。私は普通に歩いてて。で、道を渡ろうと思ったら、車が左折してきて、ここが当たりました、3回。え、向こうは入っちゃいけない時なの？なんかその、ちゃんと。ちゃんと信号があって、なんか左折レーンがあって、で、私はまあ信号を待ってて、信号が青になったから、まあ、ちゃんといろいろ確認して渡ってたら、ビューンって来て、ここが接触しました、3回も、2ヶ月以内に。よく無事なんだよって。そうそう、幸いにも大事には至らなかったし、まあ、そんな、うん、大丈夫だったんだけど、まあ、マレーシアってすごい車社会じゃん。そうね。それはもちろん知ってたんだけど、なんか、ここまでドライバーが優先というか、なんて言うんだろう、結構やっぱりスピード出すし、歩行者よりもドライバー優先みたいなものは、まあ、日本だったら法律的にありえないし、なんかすごくちょっとびっくりしたエピソードです。まあ、人に優先するべきなんだけど、ただね、守ってないんですよね、みんな。そこもなんか、ゆるゆるなマレーシアのね、ちょっと悪いところもあるんですよね。そうね、だからすごくそう、車に引かれかけたっていうのが、ショッキングな出来事ナンバーワンです。マレーシア部門。今度はシャドウ見てね。気をつけて、マジで。確かに、私も気をつけます。皆さんも気をつけてください。旅行に来られる際は気をつけてください。前、なんか聞いた話で、CM 出たですよね。え？ CM。インドですか？インドとか、他のところも出たじゃん。はいはいはい。やっぱ、まあ、綺麗だし、可愛いから、なんかもうモデルさんをやってると言っても不思議じゃないなと思って。いえいえいえ、一般人です、全然。一般人です。そう、2ヶ月前、3ヶ月前ぐらいかなに、そう、インドで企業広告のコマーシャルを撮る機会がありまして、そうそう、インドに行ってきた。すごい面白かったよ。それはどんなきっかけで声かけられたの？それはまあ共通、なんか友達、マレーシア人の友達がいて、でその友達から話をいただいて、元々は私っていうよりかは、なんか私もリクルーターの立場、なんか誰か知らないって言われて探そうかなと思ったところ、なぜか勝手に私が行くことになっていて、そう、勝手に写真が送られてたみたくて、あっちの、そう、なんかプロダクション側のディレクターが私をアサインしてくれる運びになりまして、行くことになった。でももちろんなんかさ、すごい渡航の1日前とかにミーティングしたりとか、正直何もディテールがわからないまま行ったから、めっちゃ怖かったんだけど、まあ、でもすごい蓋を開けてみたらめちゃめちゃみんないい人で、撮影自体もすごい楽しくて、うん、私にとってもすごいいい経験になった。今その広告はまだ出てない？正直わからない、何の連絡もないからわからない。流れるとしたら多分日本で流れるから。調べてないの？調べてない。ちょっと調べてみるかな。ちょっと怖いですけど、言うのも。でも前もなんかその航空会社の CM 出てるじゃん。ま
まあ、リクルートとかね、そう、あの会社のリクルートとしてなんかそう会社の PR ビデオを撮ったり、あとそう友達、こういうふうに友達のやってるお店の PR したり、いろいろ楽しみますね、いただいてます。じゃあネットで検索者出てくるの？やめてください。やめてください。ちょっとビデオにもあの入れたいなって思うけど。やめてください、いや絶対入れるよ。やめてください。前日本であの雑誌だっけ、その話あったじゃん。なんかその普通にスナップショット。そう、スナップショット。スナップショットをされたの裏のなんかそういう真実の話。いや。だめ。ないよ。やめてください。だめか。でもまあ思うのは。あの何の撮影とかにしても、例えば CM の本当にもう10秒とか15秒ぐらいの CM にしても丸一日かけて撮影したりとか、何度も同じシーン、すっごいディテール、なんか例えば本当に手の動き、この持ち上げるみたいなやつを、もう同じ動作を何十回もやるとかっていうのをやってて、でそれの多分つなぎ合わせでうちらが見る CM とか、まあ、ドラマとか映画ができてるんだなってことは学んだ。本当に時間がかかるし、たくさんのスタッフの方がいて、出演側もすごい大変だけど、制作側もなんかすごい大変なんだなってことを学んだ。ちょっと気になるんだけど、そういう仕事給料が出てくるでしょ、それはいい感じですか？いや、まあそれはあれによりますよ、案件による。案件による、はい、一番もらってると、一番少ないのが大体その、例えばだけどヘアサロンとか、はい、とかは無料だし無償、うん、まあ、でもその分なんか無料で綺麗にしてもらえるっていうのがうちらの多分メリットだと思うんだけど、別にモデルじゃないから。モデルじゃないから、そんな金額動向ではなく、どっちかっていうとそのインドの話も含め、うん、なんか私は経験を買いたいというか、面白そうだなとか思ったものは全部やってみたいタイプだから、特にお金がどうとかではなくて、そうユニークな経験を積みたい。でもそれで全然そういう仕事ってできる人なのにモデルさんになろうとか芸能人になろうっていう、なれないです。もう一般企業で一般企業で汗水流して働きます、これからも。最後に聞いてみたいなのが、今後の計画なんですけど、何かありますか？やっぱり今後の計画、そう、マネージャーでもう決まってるか、それともやっぱもっといろんな国に回してみたいとか。なんかね、マレーシアに定住してみたい気持ちと、まあ、まだまだいろんなところ行ってみたいっていう気持ちが今すごい混在してて、というのも一つ目の理由は、やっぱり今まですごい私はまあ移動が多かったから、一つの国とか一つの場所に多分ね2年間以上住んだことがないんじゃないかって。前メトワも結構長いだ。でもそれも2年だ。2年間以上をどこかの町とかどこかのエリアに長く住んだことが、まあ、いい意味でも悪い意味でもないから、それはすごくチャレンジングで刺激的で面白かったんだけど、なんか一方で長く住んでみるみたいなところに、また新しいきっと景色とか、ね、世界があると思ってて、そこのちょっとバリューを見出してみたい。っていうのが1個目。でもとはいえ、まあ、今まですごいトラベラーだったから、いろんな場所に行く楽しさとかすごい嬉しさとか知ってるから、まあ、まだまだチャレンジしたいなと思いもあるし、決まってません。マレーシアを拠点にすればいいんじゃん。そうだから、そういう生活ができたらベストだよね、うん、でもまあもう今移動制限もないし、そうね、そういろんなところにマレーシアを拠点として行くっていうのは全然選択肢としてありかな。特に皆さんに話したいことある？自分からシェアしたい。だろうね。でも最初お話した通り、マレーシアはすごく海外移住とか、ハードルがすごく低いというか、海外移住しやすい国だと思うから、なんか少しでもなんか海外で挑戦してみたいなとか、なんかちょっとこう新しいところで頑張ってみたいなと思ってる人は一個選択肢にね、ぜひ入れてほしいなって思います。はい、ハワイじゃなくて。
やっぱりね、アジア人はアジアがいいと思う。ご飯もすごくね、合うし、日本にもまあ、すぐ帰れる。すぐというか、まあ、ちょっと遠いけどね。でも何よりもたくさん日本人もいるし、うん、いろんな国の人がいて、なんかいろんなカルチャーに触れることができるのは、マレーシアならではのメリット。私、個人的にキャリアコンサルをしてるので、まあ、新卒、まあ、学生さんとか、あと中途入社を検討してる人とか、特にこう海外キャリアに興味がある方とかは、まあそれなりにね、相談乗れることもあると思うので、ぜひ連絡してください。お待ちしてます。那今天的视频呢就到这里就结束啦。那如果喜欢我跟美佳子的 Coco 上的这一个采访的话，记得留言、关注、加分享。那我们下期再见，拜拜。